柴田理恵に訴えられることある？僕は訴えられないです。僕は訴えられません。柴田理恵のコラ画像とか作ってる人は訴えられても仕方ないね。僕は何もしてないもん、柴田理恵に対して。アパって、アパは事実を言ってるからね。アパ社長がホストにうんこ食わせてるっていうのは事実ですから、まあ悪くないよ、別に。個人娯楽の範疇で柴田理恵は平気って、いや絶対アウトやと思う。あのコラ画像は 100% アウトやと思います。確実に訴えられます、あんなもん。本人の目に触れたら 100% 終わるやろ、あんな。もう侮辱とかじゃないよ、本当に。もう本人の存在を否定してるもんやな、あんな。そういえば朝のフォールガイズのヒカキンのやつも作成したやつ、どうなんですか。それはヒカキンが訴えられたら、ヒカキンが訴えたら完全にアウトやろ。ヒカキンが訴えたら 100% アウトです。柴田理恵がメンバーやったら終わりや。でもエロ動画作られるのは確かに、ないっけ。 ディープフェイクやっけ。肖像権の侵害って、そうやな。そもそも画像を勝手に使ってる時点で。柴田理恵の脇毛ってなんだよ。フラフラする。なんかめっちゃぼーっとする、やばい。めっちゃぼーっとする、やばいわ。なんか頭ほんまふわっとする。なんでや。まあセーフかな。一応セーフかな。これはリエの漫画、多分セーフやと思う。リエっていっぱいいるし。やばい、マジでしんどすぎる。ならんてる。もうやめろって、もうあかん。俺多分無条件にどんなシチュエーションでも岩木信子を見たらもう爆笑してしまう。どんなシチュエーションでも岩木信子を見た時点で爆笑やわ、もう。無理無理、もう。
いや酸欠ってこういうこと言うんやな。マジで今頭ほんまクラってなったもん。マジびっくりした。酸欠ってこういうこと言うんやな。マジでね今フラッとしたもんほんまに。座ってるのに。いい景色ですなってパラさんありがとうございます。どこがやねんマジで。どこがいい景色なんか教えてくれ。並ぶとやばいとか。もうやめてくれよ。もう変なサブアカ作ってくんのよみんな。マジでやめてくれ。もうやめてくれ。いやー生放送って楽しいわやっぱな。これぞ生放送やろみんな。いわきって言った。いわき信子。性別。やばすぎるやろ。いわき信子は性同一性症。もうやめたれって。あの人が何をしたんだよ一体。何も君たちに危害加えてないやろ。やめたれってマジで。何をしたんやん。